はい、どうも、ユッキーです。今日はですね、こちら、ザリガニ、アメリカザリガニを1、2、3、4匹、取ってきてですね、今日ザリガニ釣りしてきたんですよ。そして、4匹ね、釣ったわけですが、早速こいつらをですね、本来なら、泥抜きをする予定だったんですが、開始早々ですね、泥抜きして1時間ぐらいでですね、いきなりですね、この横たわってるやつが死んで、で、なんかもう共食いを始めたわけですよ。なので、もう貴様らは、もう共食いするのなら、仕方がない。もはや、共食いされて、頭数が少なくなるんだったら、もうさっさと、もうね、塩を振って、もう食べちゃおうという感じっすね。塩をふりふり、塩ふりふり、塩ふり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 と、カメゴロウもね、このようにして塩入れでね、食べておりましたんで、まあ、僕もカメゴロウを見習ってですね、よしと。こちらでね、塩茹でしていきたいと思います。じゃーん。もうね、このね、もう捕まえてね、すぐなんかな、なんか、もう触るとね、胴の部分触るとね、プニプニするんですよね。あれ、なんかこいつおかしいなと思ったらね、もうね、弱くなってます。死んじゃいました。ちゃんと軽気も抜いたんですけどね。軽気抜きで抜いたんですけど、何なんでしょうかね。ということで、はい、しばらくお待ちください。はい、ということでね、しばらく10分か15分ぐらい強火で、まあ、煮込んでみたんですが、こちらです。じゃーん。こんだけ煮れば十分でしょう。確実にし、殺菌とかは、雑菌というか細菌とかは多分大丈夫でしょう。あんまりね、俺もそこら辺で釣ってきて、あまりね、ちょっと怖いっちゃ怖いんで、まあ確実にね、これで殺菌は死滅しました。ということで、いただきます。こんな感じになりましたね。画像っていうか動画だと、ちょっと下のやつがオレンジ色なんですが、カメラを映すとね、オレンジ色なんですけど、俺のね、肉眼で見る限り、赤、紅色ですね。で、左上のやつが、こいつがかなり、真っ赤です。ということでね、早速、ジャンクマンの放送はちょっと見るのは一旦やめてと。じゃあ早速食べていきたいと思います。匂いはね、ちょっとエビですね。エビです。ただちょっとなんか臭い。なんか臭いですね。ちょっと臭いです。さすがにあれしてないんで、
泥抜きをしてないのでちょっと臭いですね。うん、じゃあとりあえずあんまりねでかいのが取れなかったんですよね。じゃあ一番とりあえずでかいやつを、こいつかな、いや真っ赤っかなやつを食べるか。真っ赤っか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 のやつを、あっちち、ちょっと水でさっと冷やした方がいいかな、もしかすると。はい、ということでね、引き続き食べていきましょう。こちらザリちゃん、ザリーということで、一番ね真っ赤っかなやつをねいただいてみます。まあ食える部分がかなり少ないらしいので、まあ尻尾の部分だけっぽいですね。このね、この尻尾の部分ね、これを皮を剥いて、まあエビですね、見た目は完全にエビです。じゃあちょっとかぶりついてみます。いただきます。うん、エビだ、エビなんやけど、なんだろうな、薄い、エビなんだけど味がなんか薄いっていうのかな、これどうやって取ったらいいんだろう。皮が、エビの、俺エビほとんど食ったことないから皮むきかよう分からへん。あ、取れた、プルンと取れたわ。ほらエビーで、いただきます。エビだ、薄い、味が薄い、身がしっかりしてない、しっかり身がね、しっかりしてないエビ。で、味がなんか薄い、香りも薄い、塩は結構振ったんだけど思った以上に薄いですね。ハサミの部分は食べられるのかな、ちょっとハサミを分解してみましょう。あ、ちょっと出ましたね、ハサミが。うまいか、これ薄いエビですね、味が実に薄い、薄いエビです。今日はコロナビールをねいただきながらね、乾杯。もっと塩入れるべきだったかな、なんか思った以上にそんなに塩っぽくないわ、塩が効いてない。カニ味噌というかエビ味噌か、エビ味噌の部分はエビ味噌、エビ味噌ね、ちょっと、うん、薄いな、エビ味噌の部分も薄いですね、味が、うん、薄い、
実に味の薄いエビだ。これは食用にはならねえか。まあエビの方が数倍おいしいですね。はい、こちら尻尾ね。うん、薄いな。なんかエビは食感は全然エビなんですよ、完全に。ただがそもそも味として効いてない。入れなさすぎたかな、塩入れなさすぎたかな。臭い、そもそも臭い。味もそうだけどちょっとやっぱり臭みが、匂い的に結構臭いっすね。でさっき死んだ、俺が共食いされたって言ってた死んだやつを今開けましたが、開いたらなんかすげえ細くなってる。こいつだけやけに身が少ない。なんだこれ、なんでこいつだけやけに身が少ないんだ。すっげえ細い、細いエビになってる。ちょっとやっぱ臭いな、若干臭いな。カメゴロウが言うにはかなり美味だとかなんとか言うとったけど、うまいとか言って食ってたんやけど、さすがカメゴロウやな。カメゴロウはちょっとあれだわ、上級者すぎるわ。これはいかんともうまいとはいうレベルではない気がする。バッタはうまい、バッタもうまいって言って食ってるけど、あれうまいんかな。バッタも今度取ったら食おうかなと思うんですけど、いかんせん本当にうまいのが怪しい。あの人はもう慣れてっからな、ああいう食に慣れてっから。ということでラストザリガニいただきます。やっぱ内臓のあたりが、内臓っていうかなんか、ちょっとジャリッとして若干臭い。ドブっていうか泥水っぽい。まあこれは二つ星だな。二つ星。そもそも食う部分がかなり少ない。で上に非常に水っぽいエビ。非常に水っぽいエビ。味は。ということです。それではご視聴ありがとうございました。